石田です。僕は今青い池に来ています。今日は北海道も非常に天気が良くて過ごしやすい一日になっています。今日は皆さんに一つお知らせがあります。実は僕先日園部俊春先生の YouTube にお邪魔してきました。今年の4月12日に園部先生にお会いしに行って、その時なんと夕食をご馳走になりました。非常に楽しいお話を聞くことができたんですけども、実はその一部を収録して園部俊春先生のところのスタッフがですね、編集をしてくれて運動と医学の出版社の YouTube にアップロードされています。概要欄、説明欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご覧ください。